はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ババさん様、ひでぼう様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ババさん様はメール党員限定懇親会に遠くからいらしてくれた方ですね。大きな背高いあの方で、堂々としてらっしゃいました。川口市クルド人抗争続報、刺されて大怪我したやつは真男、尻がる嫁の旦那が刺したみたいであります。女性の不行儀は一族の名誉を汚す、怪我すと考えられてて、名誉殺人と呼ばれてて、あの母国ではじゃあしょうがないねっていう文化らしいんですけど、クルド人の文化なんか知らねえよそんなのってね。日本ではあの弁護士立てて話し合いするのが普通ですよ。まあ浮気が発覚したらね。日本人への被害は基幹病院前の道路が2時間も交通麻痺と、その間救急車とか通り願ったのかな。重病人出たらどうするんだって話。日本人にね、あのそういう被害あるぐらいだったら、そいつらの一族の名誉が地に落ちた方がいいんですけどね。読んでもねえのに好きで日本に居座って自分らのルール優先してさ、日本のルールに従えよって話なんですね。島津豊久も言ってましたよ。ぬしゃらのハットなど知らぬってね。これはあのアニメの、アニメにすごく影響される50代おっさん楠沢ですけれども、まあドリフターズってアニメのね、知らねえよって話。あと調べたらですね、川口市の市長が通ってんだって。で、あの外国人に、暮らしやすい市にかなんか言っちゃって、市職員に外国人採用したりしてるらしいんですよ。これダメなんじゃないの？一応公務員って行政の執行者としての権力がありますよね。で、あの憲法全文に、日本人の日本人による日本人のための政治って書いてありますよね。日本人によるっていう部分に引っかかんだねえのこれ。公務員の外国人はさ、だって行政の執行者としての権力持ってんだからね。72歳だっちゅうんですけど、今の市長。その時のね、あの市長選の、投票率が異常に悪い川口市。前回なんか 22% ぐらいだったみたいですよ。川口市の皆さん、もうちょっと選挙行きましょうよ。東京近くて、どうせ何でもかんでも東京で決めちゃうんでしょぐらいの、気持ちでいるのかもしれませんけれども、こんなのしかいにがったのか、パヨ市長という感じであります。7月7日今日ですか、厚労省発表、今年5月の実質賃金は去年5月と比べ 1.2% 減少、14ヶ月連続減少実質賃金。名目賃金は17ヶ月連続で上がってんですけど、物価高に追いついていないだそうであります。一般反応ですね。物価だけじゃなく税金と保険料も上がってるし、岸だよし増税だ、中小企業はもっと下がってる、搾取がきつくなった感しか残らんな、マジで税金減らせって。あとばらまくな、異次元の少子化への着実に進んでいる、自民党なんで結婚しないのバカですかって、なお年金暮らしが一番ダメージ食らっている模様。高齢者大事な票だっていうか支持者のはずなんですけどね、自民党ね。1年で実質賃金が 1.2% 減少だったら、手っ取り早くね、あの消費税 1% か 2% 減税すりゃすぐ解決すんだねえの。減税って聞いただけで震えて泡吹いてぶっ倒れる財務省と岸田政権にはまあ不可能でしょうけどね。名目賃金は17ヶ月連続上昇イコール経済成長は確かなんですけれども、デフレって、デフレインフレってよく言いますけど、インフレイコール経済成長ですからね。でデフレっていうのが経済縮小ってことですからね。確かなんだが、実質税負担率 48% が足引っ張ってるのは確実だよな。これな、外国人労働者の輸入もですね、供給を増やして、需要よりも供給が多い
増やして賃金上昇抑制に働くことは明白ですよね。だってさ、一つの仕事に手を挙げる人が多ければ、つまり労働力の過剰があれば賃金下がっていっちゃうんだから、つまり14ヶ月連続の実質賃金低下は確実に政治の失敗のせいだよな、思うんですけどね。14ヶ月前っていうと2022年5月じゃないですか。岸田政権開始は2021年10月じゃないですか。発足の約半年後から今に至るまでずーっとずーっと実質賃金右肩下がりと、あとは岸田政権が発足してから3ヶ月後からずーっとずーっと物価上昇が止まらないと。まあロシアのせいでもあるんですけれども、なのに2022年度は税収総額が過去最高。ちょっと絞りすぎてませんかね、国民からね。ちょっと休ましてやったらいいんじゃないですかね。減税してさ、まあ、減税って聞くと財務省が泡吹いてぶっ倒れるからできないのかもしれないですけど、そんなの知らねえよって話ですね。7月6日、松野官房長官記者会見。放出予定の福一処理水より中国、韓国の原発排水の方がトリチウム多いし、事実で反論いたしました。一般反応です。正論攻撃、不都合な真実、笑った。ああ言っちゃった。どうせ文句言うからそれでええ。文句言う資格ない国ばっかり反対してる。遅ればせながら IAEA のお墨付きもらったから強気でガンガン言っとけ。各国の言葉で大々的に発信してやれと。中国共産党、大陸を荒らし回っていた悪辣な日本兵を我々が追い出した。嘘なので我々が統治する。建国1949年、李承晩、終戦しても半島に居座る悪辣な日本兵を我々が追い出した。嘘なので我々がここを統一する。大韓民国建国1948年。中国と韓国の反日は建国理念であり国税なので何を言っても無駄。あたかもですね、ビッグカメラがヤマダ電機に何事か説明して分かってもらうようなもんで、理解し納得することはない、全くない。そんなことありえない。ならばお客さんの獲得競争を頑張った方が建設的ですよ。各国の言語で大々的に発信はいいアイディアだと思います。文句言ってんのはもう相手しねえで、事実はこうなんですよ。他の聞く耳持つ国に訴えた方がいい。ナイスですね。ナイスすぎるかもしれません。これ村西だっけ監督イギリスとフランスの放出量が地味にやばいんですけど、各国の放出量比較なんて話題になると、日本政府が大宣伝するとですね、まあイギリス、フランスとばっちり食らうかもしれないですけど、そんなの知らねえよって話にね。官房長官ね、毎日毎日挨拶のように繰り返したらいいんだね。文句言っとる中国の韓国の方が多いってね。汚染、されてる、排水汚ねえって、現役時代はですね、安倍総理も遠慮していけなかった靖国参拝なんですけど、これ毎日毎日参拝続けたらいずれ何にも言わなくなったと思いますけどね。毎日毎日挨拶のように、お前らの方が汚いって言い続けたらいいんだねえのかな。事実なんだし。国際原子力機関 IAEA も処理水は安全、お墨付き出したのにそれを見なかったことにして文句言ってる韓国、主に野党界隈、野党界隈に外国に脱出した韓国人科学者たちが苦言を呈しておりました。なんで何十年も積み上げられた研究を信じないのか。科学者から見れば今の韓国は惨憺たるありさま。 DNA 検査で 99.9% の血縁が確認されても信じないのと同じだ。非科学的、非合理的に騒ぐ者のせいで巨大な社会的費用が浪費されるが、そいつらはそれについて責任取らない。口を極めて罵ってますね。もうケチョンケチョンですね。一般判断です。正論で殴るのやめてあげて。この人は事実陳列罪及び国民感情法違反だな。
思想は知らんけど合理的な人もいるんだ。こういう人は韓国内ではリンチされ公開土下座させられる。頑張れ韓国、科学に負けるな。科学や合理を理解しろって言うと袋叩きになる国だからノーベル賞取れないんだろうな。日本で、日本に嫌がらせできれば理由も理屈も何でもええんだわ。なんせ国税ですからね。事実陳列罪及び国民感情法違反っていうか国税だから、反日は日本が悪いは国税なんで、それに異を唱えてるんだから国税法違反、そんなのがあるとすれば、もしくは国家転覆罪では、韓国はね、日本兵は悪かったっていう嘘の上に建国してんだから、日本悪くないってなったら国家そのものが揺らいじゃいますよ。ですんで、日本の言い分が正しいなんていう韓国人は、これ国家転覆罪だから。こういう人は 99.9% の DNA 検査結果も信じないだろうね。立憲の安倍智子もそうでした。IAEA の客観性や科学性について疑義が指摘されている。どこの誰が疑義を指摘してんの。 IAEA 以上に原子力に詳しい人や組織あんのかな。こいつも日本が悪いって文句言えれば非合理でも非科学的でも何でもいい口かな。一般判断です。はい、お気持ち、風評被害。 IAEA の客観性さえ信用できないならもう何も信じられないのでは。報告書のどこにどのような疑義があんの。その疑義とやらを誰が言ってるのか。具体的に IAEA に対するかなり激しい侮辱かましてると思うんですけど、それってあなたの感想ですよ。なんかソースあるんですか。安倍智子は非合理的非科学的だと糾弾されたが、一部ネトウヨが騒いでるだけと言い返し事なきを得たと。この人ら真実には動じないからな。新しい支持者獲得は無理だから、今いるね非合理的で非科学的な支持者を逃さないようにしないとね。例えば自然の放射能はいい放射能とか、まあ、ラジウム温泉とかね、人工の放射能は悪い放射能とか言っちゃうような非科学的な人ら、今でも立憲を支持しているようなね筋金入りはだいぶ離れたでしょ。だって血統できた当初は 17% ぐらいあったんだもんね。で10% 以上、つまり1000万人以上が離れて今 4% とかでしょ。筋金入りなんですよ今の立憲の支持は。どんな非合理非科学でも大丈夫そういう人らだから、非合理非科学な人らだから、自然の放射能は大丈夫かなか一応、そいつらは社会的コストを浪費するが責任取らない。この前放出して構わないのを貯めとくコスト支払ってる東電&東電エリアの消費者、私もですけどね、6月から東電エリアの電気代は 16% 上がりましたけれども、これも実質賃金14ヶ月連続低下に大貢献してると思われますね。物価高の最たるもんだろうな。何に対しても誰に対しても影響する電気代やガソリン代、つまり安倍智子のようなですね科学的事実を信じず文句言う非科学的非合理的な連中は庶民の敵ってことになりますよね。それで東電が多大なコストを支払ってて、しわ寄せがこっちに来るっちゅうながら庶民の敵ですよね安倍智子はね。まあそういうとこざと、新規支持者が増えないのは、今の支持者の子供さえも支持してないっていうのは、まあ共産党と同じですよ。支持者が70代ばっかりになっちゃったってことは、そいつらは自分の子供らも説得できなかったってことじゃん。立憲は政治じゃなくて宗教活動って思います、安倍智子見てると。しかも日本人のためにならない邪教を一生懸命布教して回ってんだろうな。邪教といえば新日本婦人の会、これ共産党おばちゃん部です。安倍総理献花台設置するなと奈良市に要望書提出。こんな少人数の活動を NHK が大喜びで報道。まあ 4,5 人なんですよ。反対理由は献花台が設置されたら事件を思い出してフラッシュバックで苦しむ人が出るでしょうが。
なんだそのヘリクス、安倍ができれば何でもいいのかなこいつらな、一般判断、パヨは妨害しかせんな、まだ安倍がやってんのか。正直に安倍総理が大勢に慕われている現実が気に食わないって言えよ。素直に安倍が憎いから献花台作るなって言えばいいのに。暇そうで羨ましい。もう許可出してるし、今更中止は無理。市民団体ってだけで悪いイメージ、共産党のイメージ低下がすごい。個人を悼むことを邪魔すんなと、安倍総理が大勢に慕われている現実を見たくない、お気持ち要望書提出。まあそうは言えないからフラッシュバックがーとか言ってんだけど、喧嘩しに行く人はですね、自分の意思で行くんだから余計なお世話ですよ。余計すぎるかもしれません。かっこ死後、新日本婦人の会奈良県支部はですね、杉田水脈議員を何やらで訴える活動もしているアクティブなところらしいであります。地裁のですね、パヨ裁判官が変な判決出したらしく、こちらで勝ち誇ってますけどね。うわー、まあ真ん中の若い男女マスクしてる人らはまあ弁護士でしょね。超キモいんですけど、このメンバーおばちゃん4人映ってますけど、誰も彼もが超キモい。これはテレビだったらですね、ご不快なシーンをお会いしますってテロップ流れるケースですねこれね。真ん中の2人は赤い男女は弁護士、名会員の方には画像添付してお送りしますんで、お目汚し前に謝罪しておきます。センシティブな可能性があります。非常にセンシティブな画像であります。亡くなっても安倍があって、日本人は呆れてっから一緒やってるって感じですね。死んだらみんな仏様、日本人は敵も弔いますもんね。墓あわいて遺体の残滓を鞭打つような野蛮人どもとは違いますよ。近所にありますけどそういう国、まあこいつらも日本人ではないんでしょうね。こういうね、亡くなって1年にもなる安倍総理に対していまだに安倍がやってんだから、まあ精神性が日本人とは全然違うんだろうなーいうのはまあわかると思います。というわけで4月15日新橋、4月29日代々木で政策報告会、まあ会合やりますんで、よかったら皆様ご参加ください。デトックスジャパン。